小野秀次は、秋田県出身の元バスケットボール選手、指導者。1958年秋田県の城市生まれ、野代第一中学1年よりバスケットボールを始める。当時、中学では、友川和樹がコーチをしており、友川に野代校スタイルを叩き込まれた。名門秋田県立野代工業高校3年時に、初の高校3冠を達成。 つくば大学進学後には全日本に選出され、同時にインカレ4位の成績を収める。1980年、住友金属工業に入社し、ポイントガードとして1982年日本リーグ、1984年、オールジャパンの優勝に貢献。また9年間にわたり日本代表の主力として、活躍し、アジア競技大会など数多くの国際試合を、経験する。 1988年、愛知学泉大学にヘッドコーチとして招かれ、男子バスケットボール部を創部。以後は、東海学生選手権11連覇、そして同校を、インカレ常連校に育て上げ、2000年には、西日本学生選手権優勝、インカレ4位に導く。2000から2001シーズンにより、JBL 日本リーグトヨタ自動車のアシスタントコーチに、就任。シーズン途中より、 ヘッドコーチに昇格し、JBL ファイナルに進出。翌2001から2002シーズンには、トヨタ自動車に初の JBL 優勝をもたらし、自らもコーチオブザイヤーを受賞。2005から2006シーズンより、JBL 日立のヘッドコーチに就任。2008から09シーズンのオールジャパンリーグで共に、準優勝へ導いた。2009年とアジア大会男子日本。 代表ヘッドコーチに日立との兼任かつ、大会期間限定の形で就任。2013年、日立のヘッドコーチを退任。2014年、NBDL アスフレンズ東京 Z のヘッドコーチに、就任。2017年退任。同年、母校の野城工業バスケットボール部 HC 就任。2021年、退任。2021年、 大阪エベッサアカデミー校長に就任。選手歴、コーチング歴、ありがとうございます。